皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は have to という表現について説明します。これ have to と書いて have to と発音します。 have to 何々または has to 何々、これは何々しなければいけないという意味を表します。この何々の部分は動詞の原形がきます。例の一を見てください。私は早く起きなければなりません。こういう英文を作るとき、主語 I の後ろに have to を書いて I have to get up early、 I have to get up early、 これで私は早く起きなければなりませんという英文ができます。彼はこの本を読まなくてはなりません、こういう意味の英文を作るとき、主語 he の後ろに has to をつけて he had to read this book、 he had to read this book、 主語は三人称単数の he なのでハブはハズになりますね。 He had to read this book。 これで彼はこの本を読まなくてはなりませんという意味の英文になります。この have to を否定文の don't have to または doesn't have to にすると、何々しなくても良いという意味を表します。例の2を見てください。彼女は今日部屋の掃除をしなくていいという意味の英文を作るときですね。何々しなくてもいいんですから、主語 C なので doesn't have to、 これをつけて She doesn't have to clean her room today、 She doesn't have to clean her room today、これで彼女は今日部屋の掃除をしなくてもいいという英文になるんですね。今度は私は買い物に行かなくてはなりませんかという質問するときね、 Do I 行かなくてはならないというので Have to go shopping? Do I have to go shopping? Do I have to go shopping? これで買い物に行かなきゃいけませんかという質問の文章になるんですね。No の時には No You Don't、 また No で切って You Don't Have toこれで終わってもいいですし、 No, you don't have to で終わってもいいですし、 No, you don't have to go shopping、 こう来てもいいんですね。 Yes の場合は Yes, you do、 または Yes, you have to do、 こんなふうになります。Yes, はい、You have to do、 あなたはそれをしなくてはいけません、または You have to go shopping、 こうやってもいいです、ね。Have to の意味、何々しなくてはいけない、この何々の部分は動詞の原形が来る。 Don't have to、 Doesn't have to の場合は何々しなくてもいいという意味になる。今日はこの Have to について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。